皆さん、どうもこんにちは。ペリアルです。さて、今週も、冒頭から、お約束のように、モンスターに捕獲されてるひたむきちゃんを見れる、不徳のギルド第3話のレビューになります。まず、前半は、パーティーメンバーのポンコツさに嫌気がさしてきたキクロが、メンバーに女子会を提案するところから、スタートです。まずは、早速、ひたむきちゃんが、体操服とブルマで登場。女子会での服装としてはいかがなもんかと思いますが、ひたむきちゃんはこれでこそという感じなので万事 OK です。しかも楽しみすぎて1時間も前に待ち合わせ場所にいたようです。くっそかわいい。他にも監視付きで登場するメイデナちゃんなど、かなり個性的なメンツが揃った女子会です。トキシッコちゃんや花畑ちゃんも加わってガールズトークなどを楽しんでおり、割と普通に女子会でした。今回はモンスターも登場しないため、普通に日常会かと思いきや、女子会帰りにノルマ回収と言わんばかりに、キクロにタックルしちゃうひたむきちゃん。そんな二人を見て笑うメンバーを見ることができ、なんだかんだで仲良しのパーティーだなと思います。普通に癒し会でした。しかし、今週の目玉は後半です。ひたむきちゃんの不運っぷりを確かめるために、受付嬢の江ノ目さんがキクロたちに同行することになります。早速索敵を始めるひたむきちゃん。毎回ここまではいいんですけどね。というか、パーティーメンバーも結構増えたと思いますが、解禁なのはひたむきちゃんだけですね。さすがやられ役です。すると早速蛇型のモンスターに襲撃され、いつも通りなすすべなくやられるひたむきちゃん。彼女は一体なぜ武道家になろうと思ったのか、謎なレベルです。しかし今回は江ノ目さんもモンスターに捕まってしまいます。さすが本作のモンスターは本当に視聴者の期待に応えてくれますね。そしてしっかりと自分の仕事を遂行するモンスターさん、キクルの目にはしっかりとその様子が映っていました。うむ、しかしひたむきちゃんもポンコツ可愛いですが、江ノ目さんも正統派美女でかなり可愛いです。しかも今回はこれまでの中でも一番モンスターの攻撃が激しい回であり、江ノ目さんの魅力も存分に楽しめました。劇中でキクルがガン見していましたが、私も同じレベルで見てしまいました。そんな江ノ目さんを救出する間に、ひたむきちゃんはかなり大変なことになっていました。こちらは、ぜひ皆様でご確認くださいね。そして、ギルドに戻ると、なんと、江ノ目さんにエシュネちゃんという娘がいることが発覚します。うーむ。いろんな意味で母親身ですね。親子揃って大変素晴らしいです。この親子も受付だけでなく、今後も定期的にパーティーに参加してほしいところです。そんなわけで第3話にして過去最高の神回を挟んできた本作第4話以降も、今回レベルのクオリティが続くことを期待しつつ、来週を待とうと思います。今回の動画は以上になります。こちらのチャンネルでは面白かった漫画やアニメ、ゲーム関係のレビューや感想などを動画にしています。よろしければ、チャンネル登録、ベルの通知マークや高評価、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いいたしましょう。